ここまで綺麗なうどん出せるとこって、おおないですよね。ないですね。うん。お出汁もうまい。どうだろう。あ、ダメか？さあ、行くぞ。それでは、さぬきうどんの時間です。ということで、ヤグタウンです。今日はですね、あの名店がついにいよいよ3コートに2号店を出すということで、そちらの新店の方を向かっていくんですけど、今日はですね、もうあのサブレギュラーの方と一緒に行きますということで、こんにちは。堺地自動車学校の白金学校長です。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。皆さんの記憶に刻まれているはず。いや、めちゃくちゃ食う人。いやいや、うどんをめちゃくちゃ食う人。うどん担当ですから。うどん担当、はい、堺地自動車学校、はい、うどん担当の学校長、はい、白金学校長、はい、そうなんですよ。で、今日、はい、一緒に行くこの堺地自動車学校さんと実は、はい、催しが、あ、そうなんですよ、あるんですよね、はい、っていうのが、僕自身この堺地自動車学校の卒業生。そうなんですよ。大型の方を取らせていただきました、はい、ありがとうございます。あ、ちなみにその時の映像がこんな感じでした。わわ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 、こんな感じで、もう無事一発合格、はい、一発合格、さすが、はい、僕いても大型乗れますんで。あ、さすがですよ、本当に。っていうこの堺地自動車学校で免許取った人と一緒に僕も、はい、あ、いろいろできるっていう。そうなんですよ。まあ、それに関しては、はいはい、そうですね。ちょっとうどんでもこうすすりながら、ちょっとうどんつすりながら、はい、そうですね。はい、はい、お話しできればと思います。はい、はい、それでは新しいうどん屋さん向かいましょう。はい、あ、そうですね。はい、楽しみ、楽しみです。ツーリングです。はい、ヤマハ。はい、あ、これディバージョンっていう SR400 と名車ですね。安全運転でツーリング。そうですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日のお店、はい。はい、白金学校長も大好きなあの店ですよね。はいはい、そうなんですよ。もう代々大好きすぎて。2号店。はい、香川にまあ本店があって、はい、で、なんかこう出店であったり、あと東京にも確かあるんですよね。はい、そうですね。東京にはあるし、あとはまあ、お弟子さんが出されたお店とか、あ、こちらで修行して独立したお店もすごい名店ばっかりで、それこそ香川だけじゃなく東京とか県外とかでもめちゃくちゃ有名なお店になっているところとかも多いお店ですね。森屋一門。あ、出た森屋、はい、あ、言っちゃった。あ、森屋うん一門。うん一門ですね。、はい、その通りです、はい、いや、もう言っちゃおう、はい、今日は森屋さん。そうなんですよ。散歩図伝。そうなんですよ、ね、だから駅の近くですよね。そうなんですよね。今まで森屋さんって言ったらどっちかって言ったらこう空港からすごいアクセスが良くて、今回はもう駅に近いという高松駅に。そうですね。空港から来る人は、はい、もう空港から石投げたら当たるぐらい近いし。いや、そんな近い。サンポート店はね、近い、駅から石投げたら当たるぐらい近い。まあまあ、いや、もうほんと そこはその通りだ。これあの後でテロップ入れて進出に寄せしてる。はい、じゃあ散歩と近くなんで無料駐輪場があるということで。そうですね。そこから、はい、あの辺りですね。ああ、もう歩いてすぐなんで。ああ、向かいましょう。ああ、もうお腹減っちゃって。だいぶカロリー消費したと思いますよ、僕今。ほんまに、はあ、いや、バイク走るだけなんでそこまでカロリー消費しないですよ。もうね、なんかお腹がグー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 なっちゃって。いや、ほんまに。でも前回の動画を見てもらったら分かるの。めちゃくちゃ食うから。いやいや、そんなことないです。あの時はたまたまお腹減っとったから。いつもじゃないですか。いつも高松駅。はい、すげえ。すごい。オルネができてめっちゃ綺麗になりましたよね。はあ、高松駅がこうあったら、はい、これだ。これですね。サンポート。ああ。ええ具合にお腹減りましたね。さっきからそれしか言ってないですよ。どうすか。あとあとこれだ、あのマリタイムプラザって書いてるんで、はいはい、そう、サンポートの中でも、はい、マリタイムプラザの3階です。でも近づいていきますね。もうすぐですね。よし、マリタイムプラザ。あ、今日オープン初日。はあ、うどん余ってますかね。行けますよ。としたら食べきられとるかもしれないです。有名店ですから。人気すぎて。はあ、いや、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、どこやろう。どこだろう。あ、あった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 。ほんまですか。あれや。え、あ、ほんまや。森屋。なんかドキドキしてきた。いや、すごいわ。なんか綺麗だな。いや、やっぱ、いや、いいですね。テンション上がりますね。ほんまですね。堺地自動車学校、白金。はい、お花出されてます。行きましょう。はい、あんなたらいでうどんが出てくるんですかね。
釜揚げとか頼んだら出ると思うんですね。すげえ、のれんが綺麗だ。そうですね。ありがとうございます。はい、こちら、あ、すみません。ありがとうございます。わあ、景色すごい。すごいですね、絶景。ほんまですね、窓綺麗。いや、近かったですね。いや、なんかそう、にしてはすごい一仕事してきたリアクションですけど。まあちょっとね、ここに来るまで準備がそうですね。はい、なんかお腹すかして食べるうどんの方が美味しいですから。そうですよ、ね、あ、うわ、メニュー、はい、綺麗、すごい綺麗、すごいキラキラしてます。キラキラしてる。あ、はい、はい、お部屋、はい、お部屋4つ、はい、よけ食べるからお水も人2倍持ってきてくれるんですか。あ、そういうことですね。4つ花はちょっと違うんかな。まあ、メニューはでも違いますね。これめっちゃ綺麗になって、はあ、すげえ、はあ、質感がいい。なんかね、質感いいです。みんなで楽しむ感、これさっきのこれだ。これか、確かにね、たらいのうどんなんかはすごい楽しみですよね。学校長これいけるんじゃないか、一人で。一人で旅行に来た人とか、ね、みんなで作ってすごい僕輝かしいと思うんで。でもやっぱり紹介したいですよね、このうどん ね。あ、そう、僕これ気になっとったんですよ。これなんか、これ秋水産で取れたイカを使った、はいはい、アオリイカを使った天ぷら。なるほど、これいってくださいよ。これにしよう。秋さん、秋さんのイカ天ぶっかけ、はい、あ、これほら、やっぱり、はい、これ見てください。ほらほら、シンボルタワー限定だ。そうそうそう、これ気になっとった。秋さん、なんでシンボルタワーだけなんですか。ちょっと秋さん、秋さん呼びかけとる。秋さん、シンボルタワー限定のメニューもあるんですね。そうみたいですね。でもこれも気になる。やっと見つけました。やっと見つけました。ずっと探しとったんですよ。またサボって。出た。出た。社会人自動車学校のサボリマイ。サボリマイ出た。サボリマイ1、2。ちょっとどうぞ、改めて。サボリマイ1の、社会人自動車学校。柳原さん。はい。追いかけてきました。この携帯見て分かる通り。ちょっとインスタライブで追いかけてきました。どうも。サボリマニの、サボリマニではなくて、ダンディなおじさんの池田と申します。池田さん、ヤングさんのことは何でも知ってます。あの、はい、めちゃくちゃファンで見てくれてる、はい、坂出乗車学校来たら、あの、インストラクターされてますんで、はい、いつでもヤングさんのことなら聞いてください。車のことなら聞いてくださいじゃないんだ。これとこれを頼んで、多分食べる分ぐらいちょっと頼んでシェアしたらいいんじゃない。パーティー気味な注文にしますか。そうそうですね、お祝いですからね。そう、開店祝いですから。せっかくやから大かな今日は。ですよね、珍しいですね。いや、もうだってお祝いやから。そうですよね、はい、はい、いいですか、はい、かけ揚げうどんの台ください。冷やかけうどん のかけ揚げの賞を乗っけてほしいんです。あきさんの上の台以上でいきますか。はい、はい、では以上で会場をお願いします。めちゃくちゃ頼んだ。めちゃくちゃ頼んだ。いや、楽しみ。これはちょうど注文して落ち着いたところで、はい、あの催しについて、はい、7月と8月でお申し込みされた方限定になるんですけど、今普通車かもしくはバイクの免許をお考えの方限定の特典になります。はい、普通車の方だと学生さん限定にはなるんですけど、東京に一緒に行けますよっていうプランを組んでます。すごい。今回2つあるんですね、お知らせが。はい、2つあるで、1個目が東京行こう。東京行こう。こっちは学生さんの普通車免許を取る方、はい、高校生さんも大学生さんも専門学生さんも含みます。はい、で、普通車の免許を7月と8月中でお申し込みした方限定になります。はい、2泊4日の東京の旅をプレゼントになります。東京旅プラス花火大会見れます。花火大会も見れます。それプラスヤグさんと一緒に行ける。僕も行きますから。はい、でこう宿泊費とかあと交通費は全て坂出自動車学校が出させていただきます。何円すると思ったんですか。しかも先着10名も行けるんですか。先着10名様限定になるので早い者勝ちになります。1日目はバスで移動して東京に向かう、はい、で2日目は自由行動で東京の観光をしていただける。自由時間だ。で、2日目があの武蔵境自動車学校の花火大会のボランティア体験っていうのをしていただけるようになります。はい、武蔵境自動車学校っていうか境自動車学校さんの姉妹校だけ。そうなります。で、僕前もこれもちょっと動画撮ったんですけど、境自動車学校の花火大会、はい、あ、まあ、映像こんな感じっていう、これこんな感じのが
東京でもやると、それ思い出にもなるかなですよね。間近でだから花火見れる可能性もありますねってことですよね。4日目は1日目と同じように移動して香川に戻ってくるっていう流れになります。っていうルートの僕も一緒に行くし、ただで東京旅行行けるっていうのが今世界自動車学校で自動車免許を取る学生さんが対象になるっていうのが1個目。で2個目が2個目がこのうどん巡りツーリングへ行こうっていうやつですね。ツーリング、うどん巡りツーリングヤグタウンさんとおすすめのうどん屋さん3店舗を巡れますっていううどん巡りツアー、はいはい、ツアーだからもうあれだ、まさしく今日のやつの皆さんも一緒に行こうっていうやつですね。そうですね、こちらは学生さんとか絞ってなくて社会人の方も行けるようになるんですけど、はいはい、条件として7月と8月中に自動二輪の教習の手続きをした方っていうのが対象になります。一緒にバイク免許を取っていきましょう、うどん巡り。ぜひぜひ両方の共通の条件としては7月と8月中にお手続きを済ませた方っていうのが条件になるので、意外とこういうのって本当いいきっかけになりますね。どうしようかって迷ってる方、ぜひぜひ佐賀自動車学校、本当に僕も一発で、合格できましたし、皆さん優しいんで免許取りやすい環境の自動車学校だと僕はすごい思いましたんで、迷っている方はぜひお待ちしておりますですね、はい、ありがとうございます。これ、まあ、詳しくはじゃあまた堺女子学校の SNS ですね、はい、確認していただくか、確認していただく、直接もう学校の方にお問い合わせいただいても大丈夫です。はい、失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。お待たせいたしました。うわー、すごいすごい、でけえ、でもでけえ、てか台でかいですね。リアルで見たら超でかい。どんならんトマトも届いた。すごい、ありがとうございます。はい、冷やのうどんに、これが秋水さんの、そうです、これサンポート店だけなんです。限定のイカ天ぶっかけで食べるってやつだな。ちょっとこれ テーブルすごいことになっとる。いや、いただきます。いただきます。さあ、ちょっとこのね、本当お出汁がね、すごく美味しいんです。うまい。いやー、はい、このまたね、レンゲで食べるっていうね、あの高級感あるのもいいんですよね。お上品ですね。食べ慣れた味になっとったらいいですね。香川町と味変わっとったらまたあれやけん。ドキドキしてきた。ね、この味落ちとるとかなったらえらいことなんで。ちょっといただきます。はい、変わっとる可能性あるけど、どうだろう。あ、ダメか。美味しゅうございます。美味しかった美味しかった、はい、美味しい。途中に首振ったから、もうなんて美味しいのってすごい、パンパン、これほらテーブルパンパン。あ、のせた。うどんがすくえない。でかいですね。どこからうどん取るの。なんか鶏と、そうですね、卵の親子天ぷらに、ぶかけひやだ、ぶかけひや、ひやかけに、ちっちゃめのかき揚げ。これとサイズがだいぶ、あ、横に並べてあったる。あ、かき揚げも、かき揚げを、はい、お出汁に浸して、浸してね、ちょっといただきます。うん、めちゃめちゃうまいですね。めちゃくちゃうまい。見てない、ジョンナラントマト揚げたてっていうのもいいですよね。サービス店やから絶対天ぷら揚げたてっていう。冷やかけ、冷やかけです。いただきます。おいしそう。あ、今日暑いからやっぱ冷やかけがいいですね、うん、あー、いや季節的にも最高ですね、うん、どこ行っても冷やかけ食べます。ほっ、絞ってぶかけだし。だから楽しみだ。太麺いただきます。うん、すごい美味しい。美味しい。これはもう森屋さんがほんまにこっちに移動してきたっていう味、そのまんま。美味しい。ムニッとしとる感がいいんですよね。この水分量が高めというか。これだけでね、香川県に来る観光のお客様増えますよ。マジで、はい、ほんまに増えると思う。はい、もう特に電車で来る人めちゃくちゃ来やすくなったんで、アクセス強くなったんで。はい、すごいだな。うん。うん。マジで麺がうまい。うまいな。お出汁もうまい。うまい。間違いないな、これ。ね、なんだこの。
なんだろうな、もうむっちり感たまらんですね、本当に、ね、ここまで綺麗なうどん出せるとこって王ないですよね。ないですね。やばい、みんなで食べましょう。サンポート店のオリジナルのアキさんのイカ天、食べましょう食べましょう。いいですか。はい、アオリイカのゲソ天ですね。ああ、なるほど、美味しい。うどんのだしにつけてもいいけど、ね、これにつけてもいいんだ。そっか、トマトつけてみようかな。よし、ゲソめっちゃ、うん、いいな。ゲソ天好き、うまい。うん、天ぷらが美味しいんですよね。揚げたてやしも。森田さんのすごいのは、まあ、食べ物に対してのこう意気込みが、天ぷらもこだわりがすごいです。そうなんですよ。あ、お出汁も本当美味しいんですよね。お出汁につけて。これエビももらってんすか。みんな食べてよ。食べよう。盛り合わせ。でかい。これ小ですからね。これ小。これ小。でけ。包丁の台が消えてしまったじゃないですか。いつの間にか。いやいや。溶けたで不思議と。あ、ほら。もう完全に天ぷらが溶け込んだ出汁になってる。溶けました。溶けましたね。この器も好きなんですよね。盛り合わせ。とぐ焼き、これだけ僕あのイラストを描いてもらったんですけど、いつもヘルメットを、あのこの丼のモチーフなんですよ。見てますよね。そう、これがモチーフ、この器がもう一番僕讃岐うどんっぽいって思っとるんで大好き。この分厚さ、重厚感、高級感といい。もう皆さん食べ終わってます。そうなんですよ。じゃあ最後の一口、いただきます。うん、あ、めっちゃうまい。よかった、初日に来れてよかったです。うまいっすよ。いい思い出だ、ほんま。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかった。ということで今日は、高松市にある森屋高松シンボルタワー店さんの方に来ています。店内こんな感じで、すごい高級感あふれる感じ。奥には座敷席があって、あとテーブル席、カウンター席も揃っています。見て、天井が鏡、なんかめっちゃ綺麗、高級感ある。あ、ここで売っとんだ、見えるように売っとる。なんか本店でやられとった村井さんっていう職人さんがこっちでやられてますね。結局うどんの仕込みはもう森屋から同じ方が来とるってことはね、まあクオリティ間違いないっていう。はい、ということで森屋さんいただいてきました。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。大満足ですよ。はい、っていう、まあこういうすごい賑やかな方たちと一緒に遊べるイベントっていうのが今日の告知の動画です。東京も行けるし、うどん巡りもできます。僕 もうこのどっちのイベントにも参加しますので、ぜひぜひまだお悩みの方、学生さんも含めて、7月8月中に堺城小学校でぜひ契約の方して、一緒に旅行とかうどん巡りとか行ければと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。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 ほんま、あの堺城小学校さんおすすめです。そうですね。じゃあ行こう。はい、いや、あ、おかわり、おかわり食べてる。また食べる。